はい、始まりました。今日のワンコンテニュー、今日お送りするのはまだ選んでなかった今日お送りするのはこちら、どれだ。いたたくさんあんな。はい、高橋名人の冒険島です。まあいつかこのゲームはやることになるとは思ってましたけどね。まあ知らぬが仏みたいなのもあるかなと思って、あえてずっと触れないでいたから、これも実はやったことはないですあ、でも高橋名人の冒険島4はクリアして、動画も探せばあります、うちのチャンネルの中に。さあやりましょうか。4クリアしたら、まあ実質1もクリアしたのと一緒のようなものですよね。いくぞさあ、今日のワンコンテにお送りしております。まあ一回ゲームボーイになるまでにね、ワンチャレンジ、ワンコイン、ワンテイク、ワンテイクマンっていう感じで、どこまでお送りできるでしょうかという感じでお送りしております。よろしくお願いします。これデモ画面なんだっけな。1986年、一応食べ続けないと死んでしまうとか、ナスビを食べたら良くないとか、スケボーはマイナスアイテムだとか、知識だけはある程度あるけど、どうだろうこれが。うん。お、来た。最初のうちは別に普通なんだよね、確かね。まともなんだよね。ん？これってワンダーボーイっていうゲームが元なんでしたっけ、そういえば。ハドソンっては比較的いくと、あのキャラ替えゲームが多いとかでしたっけね。ビックリマンワールドとかもなんか別のキャラのものがあるとかじゃなかったっけ。あ、スケボーマイナスアイテム。あ、スケボー一発当たってもいいんだ。デモ画面が何回も見せてくれるね。大体1回終わったら終わりみたいな感じが多いかなと思ったけど、全然学習しないね、この人ね。さあ、そんなツッコミみたいなことをしたこのメガネの人は学習ができるんでしょうか。やがましいわやるぞ、もうクリアしたら、このワンテイクでクリアしたら無理だろうなA ボタンと、あれ斧が打てない。あれ斧はどういう条件。あ、斧はゲットすれば打てるよね。なるほど。あ、最初から打てるわけじゃないんだ。へえ。でも高橋名人はなんでこの冒険島に乗りついたんだい。突然抹茶ワンと同じことかな。飛行機の墜落かで、あの反対側にある、いや、マイナスアイテムだと分かっても取ってやろうじゃないか。うん、まあね。これでボスいるんだったっけな。何？難しいらしいよっていうのばっかりが先行して、どう難しいかは実は知らないんですよね。なーっと、ちょっと待って、痛い。そっか、上の体力ゲージはなんだ、ダメージを食らわ、こんだけ食らうことができますよ。ライフじゃないんだよね、そういえば。はい、AB ボタン同時押しすることによって無敵ですか。無敵なんですね、無敵なんですね。突っ込め、走れ、突っ込め。でも落ちちゃダメなんでしょこれ。危ねえな落ちる、落ちない、危ない。無敵の終わり際でトラップかましてくるやつ。ぴょん、1万点ぐらいもらった。4、いや1000点か。多分2万点でイキャップするでしょ、多分。トン、なんだこれ、パイナップルか。トン G、 あ、ゴール、イエーイ、一面クリア。一面をクリアしたぞ、これは偉いぞ。なんかここ白いのがついてんな。これ画面か、ちょっと待って。あ、うちのテレ、あのモニターだったここに、おお、何ですか。
絶対乗っちゃいかんやん、こんなの。バカバカバカ、絶対乗っちゃいかんやん、今のやつ。あれ、自動的に進むんだ、スケボーは。これ買う、あ、なるほど、ちょ、危ないよ、バカ。今のが噂のマイナスアイテムか。敵は無限湧きはしないかな。あ、怖っ。8の4ぐらいまであるんだったっけな。どうだったっけね。けっ、ダッツ、ダセーが。うわー、1の2まででした。1の4まで行って2の1に行っての、まあまあマリオみたいな感じだよね。ステージ構成確か8じゃなかったっけ、6だったっけ。まあいいや、というわけで私のチャレンジは1の2でした。初見無礼だからね、こんなもんでしょ。というわけで本日お送りしてきたのは高橋明治と冒険島でした。ありがとうございました。